北朝鮮という国がアメリカの大統領となぜ直接交渉をするテーブルが作られたかというと、核を作ったからなんですよ。核撃ちました、撃たれましたっていう時に核を防ぐという能力がない時点でもう負け核なんですよ。おーい、マジかよ。北朝鮮を2日続けて弾道ミサイル発射、日本海に。最近ならないの、あのプインプインみたいなやつ。全然ならんね。あれなんかみんなあれ なんでなってたの。だからちゃんとアプリとか入れなくてもなってたの。なってたんじゃない、なしとかになってたような気がするけど、今もう不快だからやめろって声が大きいじゃない。何だったのじゃあミサイル警報で。よく考えてもさ、ミサイル警報さ鳴ったとしてもさ、どうしようもねえよな。まあね、うん、どこに落ちるかも分かんないからね。そう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 、電車の中でみんなでプワンプワンってなってもはあもう祈るしかないみたいな。そうそうそう、なるべく苦しまずにお願いします。たまたまその時に外国人がいてさ、日本人は慣れてるからみんながプワンプワンになっても、あーなんて外国人すごい気分してたけどなぜ驚かないのお前らは、とこの事態は一体何っていうのが分からない外心がすっごい面白くて、ね、あれはね、あれはあれと地震は大変だったみたいね。やっぱ地震怖いから、ね、うん、地震の時の日本人冷静異常だからね、うん、じゃあどこに落ちたかよく分かんない。まあ、わかんないね。そう、なんかほら、中国がその、うん、なんか日本の EEZ に落としたみたいな時は沖縄はなってたりするの。ああ、でもなんかあるかもね、その予想地域みたいな。じゃあ東京の近くに来る時はなるの。でも新潟とかだとなるんじゃない。Jアラートは緊急地震速報と同じで、速報メールとしての。メールなんだ。じゃあ、そう、来てないかな。ね、一応ミュートにしてる。ミュートできるんだ、あれ、意味なくね、ミュートできたら。うん、数日前に J アラートについてアベプラで今回必要なかったという意見で議論が進んでいました。日本の上空を東大時点で出すべきだと考えていますが、ひろきさんどう考えていますか。僕も出すべきだと思います。その要は軌道でこう飛んでるよねっていうので、上でボーンって爆発する場合とか破片が落ちる場合とか、何らかしらのその日本に危害が起こる可能性はあると思うんですよね。で、日本に何らかの危害が起こる可能性があったとしても鳴らさないのであれば、それ意味なくねっていうふうに僕は思うんですけど、はい、北朝鮮っていう国がアメリカの大統領となぜ直接交渉をするテーブルが作られたかというと、核を作ったからなんですよ。要はどんなに貧乏な国でも核というものを持つと軍事的には先進国と同じテーブルに並べるんですよ。G7 っていう先進国だけが集まったりする会議とかあるんですけど、それってやっぱり先進国だからそこのテーブルに乗れるんですよ。なのでその先進国と直接対話をするテーブルっていうのは、残念ながら経済力がない限りできないんですけど、一つだけ抜け道があって、核を持つと先進国と対話ができるんですよ。で、北朝鮮は僕は結構賢いなと思ってて、核さえ持てば軍事力のテーブルに上がれるっていうのが分かって、核に全振りしたんですよね。なんで核爆弾成功しましたっていうので、軍事的には先進国と同じレベルに並んだんですよ。で、日本ってそのアメリカのずっと言いなりになってるよねってなってるんですけど、それがじゃあなんで日本ってアメリカの言いなりになってるかっていうと、核持てないからなんですよ。なのでその核持つべきだよねっていう議論をするべきだっていう話をずっと田原さんしてて、で、そのじゃあそれって核持つべきっていう結論ですよねっていうので、僕ずっと核持つべきって話をしてたんですよ。で、その田原さんが憂いていた話として、日本の新聞って核を持つべきだと言ってる新聞は一紙もない、朝日新聞とかまあ言うわけないよねと。で、その毎日新聞言わないし、割とその右寄りの産経新聞ですら日本って核武装するべきって言わないんですよ。で、田原さんってそこに割とその忸怩たる感じがあって、メディアは核武装するべきだって言うべきだという話をするんですけど、じゃあ田原さん日本って核武装した方がいいと思うんですかっていうと、言葉を濁すんですよ。田原さんの中では日本核武装するべきだって完全に信じてるし、多分僕と同じ結論なんですよ。あの軍事力っていうのは今核の量で、戦闘機の量とか空母の量とかっていう、その軍事製品の量とか兵隊の量ではなく、核があるかないかっていうだけで軍事力のそのパワーバランスって変わるんですよ。ヨーロッパの中でフランスがなんであんなにブイブイ言えるかっていうと、ヨーロッパで核持ってるのがフランスだけなんですよ。なのでフランスが抜けちゃうと核持ってる国がなくなっちゃうので、それはまずいっていうので、あんだけ態度も悪いし文句言いたい放題のフランスが EU の中では重宝されちゃうんですよ。っていうのがあって、核武装重要だよねっていうのは実はその田原さん分かってるんですよ。
でもテレビで食ってく上で核を持つべきだっていうのは言えないと。なのでメディアが核を持つというのを主張しないということが良くないっていう論調で自分の言葉を隠してるんですよね。これ何の話したんだっけ。まあいいやっていう感じで、そのやるべきことって何ですかっていうので、じゃあ少子化直した方がいいよねとか核武装した方がいいよねっていうのって、僕多分どんな人でも同じ話ができると思うんですよね。別にあの干されても構わないので。なのでその僕は間違ったことは言ってないと思うんですけど、残念ながらその僕の意見というか僕の考えって少数派で、核持たない方がいいよねとか少子化って解決しない方がいいよねって、少子化を解決しない方がいいっていうより、少子化を解決しない方が正しいという政策っていうのを支持するっていうのが多数の日本人の方がやってらっしゃることなんじゃないかなと思うんですけど、この前アメリカ人の YouTube でもし第三次世界大戦が起きたら南北アメリカはアメリカが支配し、ヨーロッパはイギリスが支配し、アジアは日本が支配するみたいなのを言いました。日本ってそんなに強いんですか、中国の方が強くないですか。ヒロクさんどう思いますか。うん、中国の方が強いですよ、核持ってるから。基本的には核を持ってる国には勝てません。なのでヨーロッパは、あれイギリスって核持ってないんじゃない、なのでフランスが勝つんじゃないかな。でアジアはあのインドと中国が勝つと思います。あとは北朝鮮も結構幅利かせるんじゃないですかね。まあ、例えばじゃあその中国と日本が争いますってなったとして、国会議事堂に向かって核ミサイル 3,4 発撃つとどれか当たるんですよ。まあ、1発2発はなんかあのイージスなんちゃらとかで撃ち落とせるかもしれないですけど、まあ、多分あの複数撃つと1発ぐらい落ちるんですよね。でそうすると政治家全滅するんで、そうするとあの日本の機能として何かを決定することができなくなるんですよ。要はその例えばじゃあ尖閣諸島に誰かが来たら尖閣諸島でこうやって戦おうみたいなのを言って自衛隊の人たちが送るんですけど、自衛隊の人たちって独自に判断しちゃいけないんですよ。あくまでその自衛隊のトップって文民である政治家、まあ、総理大臣じゃなきゃいけないっていうのがあるので、あイギリス核あるんだ、あじゃあイギリス強いかもしれないですねっていうのがあったりするので、その核撃ちました、撃たれましたっていう時に核を防ぐという能力がない時点でもう負け核なんですよね。なんで仮に日本がじゃあそのなんか戦略ミサイル一生懸命バンバン撃ちましたとかで北京にミサイル 2,3 個撃ちましたって言ったとしても、別にその何人かじゃあ中国の政治家が死んだとしても都市丸ごと潰すっていうのはできないので、なのでやっぱり核持ってる時にはどう頑張っても勝てないんじゃないかなと思いますけど。